これはレッドサイクロン。超高速回転による連続攻撃はいかなるものも寄せ付けない赤いサイクロンや。なんかまたアップデートで第4形態のキャラが実装されたらしいな。今回の第4形態キャラはアイアンウォーズのシーガリオンらしいけど、絶対俺レッドサイクロンの方が強いから。なめんなよレッドサイクロン。俺らは極無敵艦隊シーガリオン。終戦後も7つの海をめぐって永遠の平和を守り続ける。グレート海兵たちと数々の海戦を制した究極の不沈艦や、俺ら第4形態に進化した極無敵艦隊シーガリオンにかかればサクッと倒せるねん。行くぞ。威力半端ないって。あとは任せた、アンデッドサイクロン。はい、任しとき、レッドサイクロン。俺はアンデッドサイクロン。近づくもの全ての命をかき取ることで自らの命を何度でも蘇らせる。戦いに敗れた者たちの怨念が集まってできたゾンビなサイクロンや。シーガリオンが第4形態になったところででかいだけの産業廃棄物やろ。俺アンデッドサイクロンの回転攻撃でバラバラのスクラップにしたるわ。そのセリフそのまま返したるわ、アンデッドサイクロン。俺ら極無敵艦隊シーガレオンは赤い敵とゾンビに超ダメージを与える能力があるし、ゾンビキラーまである。しかも第4形態。この意味わかるよな、アンデッドサイクロン。全然わからんわ、極無敵艦隊シーガレオン。俺アンデッドサイクロンの前に現れたことを後悔させたるわ。行くぞ。うおくるくるアタック。第4形態ヤバすぎ。こいつらを倒してくれ、モージャデブ。はい、任しとき、アンデッドサイクロン。俺はモージャデブ。渋いブックカバーをつけて読んでいるのは漫画。勉強しないと立派なゾンビになれないぞといつも親に説教されているゾンビや。俺モージャデブは自称ゾンビ属性最強。アイアンウォーズのキャラが第4形態になっても俺モージャデブには関係ない。すぐにあの世送りにしたるわ。なめんなよモージャデブ。俺らは極撃滅戦車ギガバルト、永久の繁栄を目指しパンツァーフォーナー、あまたな視線を越えて地上の覇権を握った超重量最終兵器や。俺ら極撃滅戦車ギガバルトはゾンビと古代種に撃たれ強くて必ず攻撃力を下げる能力がある。この力でお前モージャデブの攻撃力をミジンコレベルにしたるわ。甘いな極撃滅戦車ギガバルト。俺モージャデブはあらゆる妨害効果を無効化する能力を持つ。だから攻撃力低下の能力は効かんぞ。何？それはヤバすぎるてモージャデブ。ほな今回第4形態になった同胞を呼ぶしかないな。頼んだぞ極無敵艦隊シーガレオン。はい、任しとき極撃滅戦車ギガバルト。お前モージャデブーはあらゆる妨害効果を無効化するらしいけど、俺ら極無敵艦隊シーガレオンの超ダメージ攻撃は普通に食らうんやろ。ガンガン体力削ってすぐあの世に送ったるわ。あのさ、第4形態キャラ2体は普通にせこいと思うんやけど、そのあたりどうなん、にゃんこ軍団ども。まあなんでもええ。俺モージャデブーが第4形態キャラ2体を倒して強くてかっこいいってことを証明してるわ。行くぞ。うおー、デブデブアタック。あー、みんなも第4形態にしてみて。1.3 万人が投票したニャンコアンケートの結果発表。シーガレオンとボルボンバーどっちの方が強い？ボルボンバーの方が強い。みんなのコメントはこんな感じ。毎日アンケートしてるから高評価と投票よろしく。オーレアワンコ、普段は長崎県を守るワンコや、なんかニャンコ軍団の仲間になったエヴァ軍団が大暴れしてるらしいけど、ワンコ軍団にも最強の使徒たちが仲間になったんや。頼んだぞ、第4の使徒サキエル。この第4の使徒サキエルは手のひらから発射される光のパイルで全てを貫く。人類の前に現れた未知なる異形の生命体で、ニャンコを 100% 吹っ飛ばす能力がある。この力でニャンコ軍団を壊滅させたるわ。そんなことはさせへんぞ、長崎県のワンコと第4の使徒サキエル。俺らはエヴァ2号機アンド猫。エヴァ2号機はエヴァンゲリオンから参戦したパイロット曰く本物のエヴァンゲリオンや。エヴァ2号機は第4の使徒サキエルのような使徒に強い使徒キラーの能力がある。この力で第4の使徒サキエルを倒したるわ。なめんなよエヴァ2号機アンド猫。第4の使徒サキエル、光のパイルで貫いてくれ。第4の使徒サキエルがやられた。こうなったらあの使徒に任せよう。頼んだ第6の使徒ラミエル。見ろにゃんこ軍団、めちゃくちゃ強そうやろ。第6の使徒ラミエルは姿を目まぐるしく
変形させ、高威力の下流手法を放つ人類の前に現れた未知なる異形の生命体で超広範囲に攻撃することができる。どんなやつが出てきても焼き払ったるわ。やれるもんならやってみるよ、長崎県のワンコと大陸の首都ラミエル。俺らはエヴァ第13号機&猫。エヴァンゲリオンから参戦した新エヴァで怒り言動が登場し戦った機体で、エヴァ2号機と同じく首都キラーを持ってる。お前大陸の首都ラミエルごときこのロンギヌスの槍で貫いたるわ。調子のんなよエヴァ第13号機&猫。大陸の首都ラミエル、こいつらを返り討ちにして大陸の首都ラミエルの強さを証明してくれ。あー、大陸の首都ラミエルが負けた。こうなったら第9の首都バルディエルにやっつけてもらおう。頼んだ第9の首都バルディエル。第9の首都バルディエルかっこよすぎやろ。第9の首都バルディエルはエヴァンゲリオン3号機に侵食し、機体を乗っ取った人類の前に現れた未知なる異形の生命体で 100% にゃんこの攻撃力を下げる能力がある。この力でエヴァの力を激減させるで。よっしゃ、今回はエヴァ2号機&猫とエヴァ第13号機&猫で第9の首都バルディエルをメッタメタのボコボコにしていくで。なめんなよエヴァ2号機&猫とエヴァ第13号機&猫、2体同時に出てきても第9の首都バルディエルの攻撃力低下の能力で何もできひんぞ。返り討ちにしたるわ。あー、エヴァ強すぎ。にゃんこ軍団の勝利や。問題です。天使に超ダメージを与える能力があるのはどっちでしょうか。正解は超電磁戦機ディアボロスでした。正解した人は高評価とコメントで教えて。僕はコライノ君、悪いことが起こる人のところへ行って助言をする旅を続けているが、着く頃にはいつも事故なので伝えたことはまだない。未来を見通すことができる古代の預言者だ。なんか今日はニャンコ軍団が攻めてきてるけど、鈍足の罠にはまって全然動けないんだ。でも頑張ってこの罠から抜け出してニャンコ軍団を倒すぞ。ああ、何もできなかった。フェンリルとウルス、あとは任せた。はーい、私に任せて。コライノ君、私はヘイニルとウルス、古の時から縄張りを犯す外敵を極めて残忍に戒めてきた原始の密林を守護する獣と番人だよ。ちなみに仮面の使徒を暴くのは誰であれ厳禁だから気をつけてね。おいフェンリルとウルス、僕ら壁系ニャンコがお前の進行を止めてやる。お前なんか怖くないぞ。お前なんか全く怖くないぞ。いや、なんかめっちゃ可愛いんだけど。おい、みんな助けに来たぞ。俺は地流皇帝ソドム。大地に根ざす万物から力を得た地流石のエネルギーにより最後の封印を解き放った伝説の竜族や。俺地流皇帝ソドムは浮いてる敵に打たれ強く必ず吹っ飛ばす能力があるねんけど、本能を解放することで古代属性にもこの能力を発揮できるようになったんや。そうなの？めっちゃヤバいじゃん。ただの大きめの芋虫だと思ってたけどめっちゃヤバいじゃん。いや、芋虫やと思ってたんかい。どっからどう見てもドラゴンやろ。俺地流皇帝ソドムのこと舐めすぎやって。でもまあこの戦いでお前フェンリルとウルスを倒して俺地流皇帝ソドムの強さを認めさせてやるわ。やれるもんならやってみな。私フェンリルとウルスは結構強いんだから、メタメタのボコボコにしてやるんだから。おい地流皇帝ソドム、助けに来たぞ。俺は竜宮長寿キングガメレオン。スナック乙姫のママの気を引くため塗装された亀が見事作戦に成功しお土産を奪取したニャンコや。俺竜宮長寿キングガメレオンは天使と黒い敵に撃たれ強い能力を持ってるねんけど、お前ら古代の敵にも強いんや。え、もしかして竜宮長寿キングガメレオンも本能解放で古代属性にも撃たれ強くなるの？ああ、ならへんで。いや、ならへんのかい。能力とかじゃなくてなんとなく古代属性に強いと思ってるだけなんかい。もうなんなの？こうなったら古代の呪いをバンバン撒き散らして全員倒してやるんだから。行くよ。うわー、古代の呪いを喰らえ。やられちゃった。素顔見たかったな。それな。問題です。猫紳士同盟の体は何匹の猫で構成されてるでしょうか。正解は2匹でした。俺は猫マッチョ。たくましい足を持ったキャラとのコラボは美の極み。地下格闘技チャンピオンとなった遠距離型マッチョや。俺猫マッチョは筋肉のおかげで体力と攻撃速度がアップしている。この力でサオリがボスの乙女進化への道、超激ムズを一種で攻略していくで。何調子乗ってるの猫マッチョ。私はサオリ、青春をスポーツに捧げついに国際大会22連覇を達成した乙女よ。おい猫マッチョ、あなたはそのムキムキの筋肉が自慢らしいけど、そんなものは全く意味がないわ。私
サホリのような必要な筋肉だけあればいいのよ。何言ってるねんサホリ、筋肉ってのはあればあるだけいいんや。確かに国際大会22連覇を達成した筋肉はえぐい。でも筋肉量は俺猫マッチョの方がサホリより多いから、にゃんこ大戦争では俺猫マッチョの方が強いんや。圧倒的筋肉量でお前サホリをぶっ倒したるわ。やれるもんならやってみなさい猫マッチョ。あなた猫マッチョの筋肉は見せかけの見せ筋ってことを証明してやるわ。いくぞー。うおサホリアタック。あーやられた。くそ、俺猫マッチョだけやったらサホリに勝てんかった。でも今回はマッチョ仲間のムキアシネコも一緒に戦ってくれるから大丈夫や。頼んだぞムキアシネコ。はい任しとき猫マッチョ。僕はムキアシネコ、単発だけなら攻撃力はハイクラスな筋肉美が自慢の遠距離型マッチョや。僕ムキアシネコと猫マッチョの筋肉量は異次元。ムキアシネコと猫マッチョが合わされば100人力や。サホリごときめっためたなボコボコにしたるぞ。合体しても何も変わらないわよ猫マッチョとムキアシネコ。確かに猫マッチョの殴り攻撃とムキアシネコの蹴り攻撃が合わされば多少攻撃力は上がるかもしれないけど、結局は使えない筋肉集団。私サホリの圧倒的に使える筋肉には勝てないのよ。それはどうかなサホリ、お前も知ってると思うけど格闘技の世界では体重が重い方が有利、すなわち筋肉量が多くて体重が重い俺猫マッチョとムキアシネココンビの方が強いねん。はいはい、そこまで言うなら相手してやるわ。さっきみたいに返り討ちにしてやるけどね。いくぞー。うわサホリアタック。あーマッチョ軍団め、筋肉は正義や。問題です。ハロウィンイベントの襖の中身はいつも通りかイベント仕様かどっちでしょうか。正解はいつも通りでした。正解した人は高評価とコメントで教えて。私は覚醒古獣ナーラ、人々の欲望入り乱れる現世に純真な性の美しさがあると知った神の獣や。私覚醒古獣ナーラは超生命体、超獣特攻を持ち、古代種に滅法強くて必ず攻撃力を下げる能力がある。この能力を使ってこのステージのボスクソゴリラ野郎をぶっ倒すで。誰がクソゴリラや覚醒古獣ナーラ。俺は超炎獣ルーザー、人類の起源とされる存在で太古の昔から神獣を守り続けてきた大猿や。お前みたいな鹿かなんかようわからんガリゴリ細々野郎なんか圧倒的ゴリラっぽい攻撃で粉砕できるねん。まずはその角へし折ったるわ。調子乗んなよ超炎獣ルーザー、逆にそのようわからん仮面割ったるわ。やれるもんならやってみるよ覚醒古獣なら、返り討ちにしたるわ。いくぞ。うわゴリ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 アタック。あーこうなったら進化したるわ。よっしゃ進化したったぞ。俺は超生命体ゼロルーザー、無慈悲に振り下ろされる巨大な両拳を追い詰められるとさらに攻撃力を増す万物の起源とされるエネルギーを体内に取り込み真の力を覚醒させた大猿や。俺超生命体ゼロルーザーの姿を見て生きて帰れたやつはおらん、全員あの世送り決定や。いや生きて帰れたやつ絶対おるやろ、普通に嘘つくねオークソゴリラ。バレたか、バレへんと思ったんやけどな。てか話変わるけどお前覚醒古獣ならポケモンのアルセウスに似てるよな、なんか関係あんの。ポケモンのアルセウス、だ誰それ。ま全く関係ないけど。反応が怪しすぎるねん覚醒古獣なら。まあなんでもええゴリゴリアタックであの世をクリア。いくぞ。あとは任せた。はい任しとき覚醒古獣なら。俺らは極撃別戦車ギガパルト、A級の範囲を目指しパンツァーフォーナー、あまたの視線を越えて地上の覇権を握った超重量最終兵器や。俺ら極撃滅戦車ギガパルトはゾンビと古代種に打たれ強くて必ず攻撃力を下げる能力がある。お前みたいなゴリラは絶対俺ら極撃滅戦車ギガパルトには勝てんぞ。お前極撃滅戦車ギガパルトみたいな機械っぽい奴らは壊しがいありそうやな。スクラップにしたるわ。いくぞ。うわゴリ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 アタック。あーお前ら強すぎるて。問題です。極炎鬼ニャンマと操られし猫女王勝つのはどっちでしょうか。正解は極炎鬼ニャンマでした。正解した人は高評価とコメントで教えて。
俺はレッドサイクロン。超高速回転による連続攻撃はいかなるものも寄せ付けない赤いサイクロンや。なんかまたニャンコ軍団のやつが第4形態になったらしいけど、俺レッドサイクロンがぶっ倒したるわ。やれるもんならやってみろレッドサイクロン。私はスペクトルキャット。数多の顔を使い分け世界の秩序を乱す巨悪を追い詰めた真のヒーローだよ。私スペクトルキャットはエイリアンとは快適に滅法強く、攻撃力を下げて動きを遅くする能力がある。この力でワンコ軍団という巨悪を倒しちゃうんだから。いや、どんだけ能力あんねん。妨害のオンパレードやないかい。どちらかと言ったらお前スペクトルキャットの方が巨悪っぽい能力してるて。まあなんでもええ、俺レッドサイクロンの回転攻撃ですぐあのように送ったるわ。行くぞ。うおクルクルアタック。あー王に強いがな。スペースサイクロン、あとは任せた。はーい、任しときレッドサイクロン。俺はスペースサイクロン。近づくもの全てを崩壊させるブラックホールより生まれし恐ろしい宇宙のサイクロンや。俺スペースサイクロンはレッドサイクロンと違ってニャンコの攻撃力低下の能力と自分の攻撃力上昇の能力がある。この力でお前スペクトルキャットを倒したいところやけど、第4形態になっても可愛いしかっこいいな。いや急に褒めてくれるじゃん、めちゃ嬉しいんだけど。スペースサイクロンはいつまで経ってもエイリアン妨害キャラに弱いよね。いやディスってくんなよスペクトルキャット。褒めたんやから俺スペースサイクロンも褒めろ。まあええわ、俺スペースサイクロンが力の差を見せつけて強制的に褒めさせたるわ。行くぞ。うおスペースクルクルアタック。あー激強やん。こいつを倒してくれ暴走の猫ムート。はーい任しときスペースサイクロン。俺は暴走の猫ムート。学生を始めた強大な力、自らの制御も不能にし破壊の限りを尽くす。着ぐるみの封印から解き放たれ再び世界を滅ぼすべく飛び立った猫ムートや。おいニャンコ軍団、お前ら第4形態に進化してくるなて。俺らワンコ軍団のキャラは進化とかなかなかできひんのに、お前らだけずるいね。確かにそうだね。暴走の猫ムート、暴走の猫ムートが進化したらどんな感じになるのかな。はよ進化させてくれ。行くぞ。うわムートムートアタック。あー半端ないって。みんな私を進化させてね。問題です。狂乱の猫と甲獣が織田く、勝つのはどっちでしょうか。正解は甲獣が織田くでした。正解した人は高評価とコメントで教えて。はい、猫と飼い主です。今回はスーパースペースサイクロンがボスの進撃のワープホール極むずを攻略していきたいと思います。まあ普通に攻略しても思んないから一種で攻略していきたいねんけど、スーパースペースサイクロンを一種で倒せますよっていう気合入ってるキャラおらんかな。俺に任せとき猫と飼い主。え、もしかして今の新パワーチャッソ。そうや新パワーチャッソや。俺ならスーパースペースサイクロン一種、いや一体で倒せるで。嘘つくなよ新パワーチャッソ。確かに新パワーチャッソはエイリアに打たれ強くて超ダメージを与えれるし、ワープ無効もついてるから一種ならまだいけるかもせえへんけど、さすがに一体は無理あるやろ。まあまあ俺新パワーチャストに任しとけって。ほな任せてみようかな。頼んだで。オーケー猫と飼い主、ほなスーパースペースサイクロンを倒しに行くぞ。よっしゃ、早速スーパースペースサイクロンがボスの進撃のワープホール極むずを俺新パワーチャスト1体で攻略していくで。ちなみに1体っていうのは画面に俺新パワーチャストが1体しか存在できひんってことや。いやそんなことみんなわかってるわ新パワーチャスト。俺はスーパースペースサイクロン、触れたものは必ずワープさせる能力に加え、超低空飛行でギリギリ浮いていない輝く星をまとった宇宙のサイクロンや。おい新パワーチャスト、お前マジで俺スーパースペースサイクロンに1体で勝てると思ってんの。思ってるよスーパースペースサイクロン。見ろよ俺新パワーチャストとワープ無効の能力でこいつスーパースペースサイクロンの強み封じてるやんけ。まあ確かに俺スーパースペースサイクロンの強みであるワープ攻撃は封じられてるけど、つなぐりだけでもお前新パワーチャストごときぶっ飛ばせるねん。俺スーパースペースサイクロンの恐ろしさを体で教えたるわ。いくぞー。うおエイリアンが最強や。あーやられた。ほらな猫と飼い主、俺新パワーチャスト1体でスーパースペースサイクロンを倒せたやろ。いやマジで倒せると思えへんかったわ、疑ってごめんな。じゃあちゃっちゃとクリアしてくれ。はいよ。あーやられた。いやプドール夫人にやられるんかい。ちなみに俺新パワーチャストのレベルは30のプラス値が0、使用ニャンコンボは打たれ強い効果アップ小プラス中や。レベル上げたらニャンコンボなしでもいけそうな気がするで。
チャンネル登録、高評価よろしく。俺はデビルサイクロン。飲み込まれた魂は悪魔の住む世界に転生するという悪魔的な吸引力で全てを飲み込む悪魔なサイクロンや、なんかにゃんこ大戦争でアップデートがあって新しい機能とか新ステージとかが追加されたり、いろんなキャラが強化されたりしたらしいけど、俺デビルサイクロンはそう簡単に倒されへんぞ。それはどうかなデビルサイクロン。俺は G パーフェクトアヌビス、創造の果実に導かれ罪深き魂の根を断ち切る冥界を支配する新たな力を手に入れた死者の神や。お前デビルサイクロンごとき俺 G パーフェクトアヌビスがメッタメタのボコボコにしたるわ。いやお前 G パーフェクトアヌビスじゃ俺デビルサイクロンの圧倒的防御力を誇るシールドは破壊できひんやろ。甘いなデビルサイクロン。俺 G パーフェクトアヌビスは今回のアップデートで超本能が解放されてシールドブレーカーの力を手に入れたんや。なにめちゃくちゃうざいやんけ。まあでも所詮アヌビス、俺デビルサイクロンの超高速回転攻撃でぶっ倒したるわ。行くぞ。うおーデビルクルクルアタック。あーアヌビス強いやんけ。カワワッパジュニア、あとは任せた。はい任しとき。デビルサイクロン、俺はカワワッパジュニア。キュウリの舌触りが気に入り、四六時中無心で加え続けてる妖怪の子供や。なんか G パーフェクトアヌビスが超本能でシールドブレーカーの能力を手に入れて調子乗ってるらしいけど、他の超本能は大したことないやろ。それはどうかなカワワッパジュニア。俺 G パーフェクトアヌビスは超本能でシールドブレーカーの他に生産コストが割引されて攻撃間隔が短縮されたんや。なにめちゃくちゃ強くなってるやんけ。今までの弱点克服してくるなて。まあでも俺カオアッパジュニアは最強。どんなに強化されても俺カオアッパジュニアには勝てんぞ。メタメタのボコボコにしたるわ。行くぞ。うおー、キュウリは美味しいアタック。えぐいて。みんなぜひ俺 G パーフェクトアヌビスを編成に入れてくれ。チャンネル登録高評価よろしく。洗脳されし猫ドラゴンより俺狂乱の猫ドラゴンの方が強いぞ。いや狂乱の猫ドラゴンより僕洗脳されし猫ドラゴンの方が強いから。行くぞ。あー僕は洗脳されし猫ドラゴン。単発だけなら攻撃力はピカイチ。悪の洗脳によってグラフィックが邪悪になった幻想世界から君臨した遠距離型キャラや。僕洗脳されし猫ドラゴンに遠距離攻撃は任しとき。なに調子乗ってるねん洗脳されし猫ドラゴン。俺は狂乱の猫ドラゴン。単発だけなら攻撃力はピカイチ。狂乱となることでグラフィックが向上した幻想世界から降臨した遠距離型キャラや。遠距離攻撃は洗脳されし猫ドラゴンじゃなくて俺狂乱の猫ドラゴンに任せろ。はぁ、みんなは知ってると思うけど、こいつ狂乱の猫ドラゴンより僕洗脳されし猫ドラゴンの方が攻撃力と体力が高いから、絶対僕洗脳されし猫ドラゴンの方が強いから。あとからニャンコ軍団に入ったくせに調子乗んなよ洗脳されし猫ドラゴン。そこまで言うなら日本編三章の西表島を神様使ってどっちが早く攻略できるか勝負しようや。おおやったるわ。行くぞー。よっしゃ、ほな洗脳されし猫ドラゴンより先に俺狂乱の猫ドラゴンが日本編三章の西表島を攻略していくで。てかほんま洗脳されし猫ドラゴンクソ生意気やよな。こいつの方が後輩やのに。はいはい、ちょっと先にニャンコ軍団に入ったからって先輩ずらしすぎやねん狂乱の猫ドラゴン。ニャンコ大戦争の世界は強いやつが正義や。先輩後輩とか関係ないねん。しかも僕洗脳されし猫ドラゴンは青い炎を吐けるから狂乱の猫ドラゴンよりかっこいいし。何言ってるねん洗脳されし猫ドラゴン。確かにお前は青い炎を吐けてかっこいいかもしれんけど、めちゃくちゃちっこい炎やんけ。俺狂乱の猫ドラゴンの方が迫力ある炎を出せるから俺の方がかっこいいわ。トサカついてるし。いやトサカはそんなかっこよくないやろ。あんま調子乗んなよクソドラゴン軍団。お前らなんかに負けるわけないやろ。あめちゃ強いやん。狂乱の猫ドラゴンには負けへんぞ。覚悟せよ。あこいつら最強かよ。僕洗脳されし猫ドラゴンの方が先にブンブン先生を倒せたな。だからなんやねん、俺狂乱の猫ドラゴンが先にクリアしたるわ。行くぞー。うおー、僕洗脳されし猫ドラゴンの勝ちや。やられた。今回は狂乱の猫ドラゴンの負けや。でも次は負けへん。いや進化後で勝負や。チャンネル登録高評価よろしく。
俺はヒゲクネコ、取扱い厳重注意の大事な荷物を運送中の昔ながらの荷物運びを重んじる職人肌のニャンコや、俺ヒゲクネコは赤い敵に超ダメージを与え超獣特攻の能力がある。この力でレッドサイクロンがボスの進撃の赤渦激ムズを一種で攻略していくで。あんま調子なんだよヒゲクネコ、俺はレッドサイクロン、超高速回転による連続攻撃はいかなるものも寄せ付けない赤いサイクロンや。おいヒゲクネコ、お前はニャンコプレイヤーからかなり信頼されてるニャンコらしいけど、お前の能力は俺ら赤い敵に超ダメージを与える能力。俺レッドサイクロンを倒すには動きを止めるとかの妨害能力がないと無理やぞ。甘いなレッドサイクロン、俺ヒゲクネコの超ダメージ攻撃は一級品、妨害なしでもお前レッドサイクロンを倒せるわ。行くぞー。うおー、殺意の猫アタック、妨害なしで負けた。ハンニャガオ、こいつを倒してくれ。はい、任しとき、レッドサイクロン。俺はハンニャガオ。口から吐き出される怨念の魂に触れた者は恐怖で本来の力を出せなくなってしまう。呪われたハンニャの面を被ってしまったがゆえに成仏できない魂を食い集める鬼へと変貌したカオルくんや。俺、ハンニャガオは 100% ニャンコの攻撃力を下げる能力がある。だからお前、飛脚猫が俺ら赤い敵に超ダメージを与えれても意味がないぞ。しかもワンパンで倒せるしな。何、調子乗ってるねハンニャガオ。お前なんかボスぶってるけど、この修羅の道極むずのボスはハンニャガオじゃなくてダチョウ同好会やろ。うるさいんじゃ飛脚猫、それは言わへん約束やったやろ。いや否定せえへんのかい。お前ハンニャガオボスの威厳なさすぎやろ。まあお前ハンニャガオはハンニャのお面かぶってるだけで本体はただの赤ら顔やもんな。黙れ飛脚猫、こうなったらダチョウ同好会の力じゃなくて俺ハンニャガオの力だけでお前飛脚猫軍団を倒して、この修羅の道極むずのボスはハンニャガオやってことを証明したるわ。行くぞ。うおハンニャアタック。あーこの猫ほんまに無課金キャラな。みんな今すぐお礼飛脚猫を編成に入れてくれ。おーおーえぐいえぐいえぐい、なんやこれなんやこれ、えぐい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 。チャンネル登録よろしく。狂乱の猫フィッシュ、ザコザコ、俺、狂乱の猫の鳥がお魚なんかパクッと食べたるわ。調子乗んなよ、狂乱の猫の鳥。逆に俺、狂乱の猫フィッシュがお前、狂乱の猫の鳥をパクッて食べたるわ。行くぞー。俺は狂乱の猫の鳥、ニャンコ軍団を裏切り狂乱となることで圧倒的な体力と破壊的な攻撃力を手に入れ、敵をまとめて一掃する猫の鳥や。なんかこいつ、狂乱の猫フィッシュが俺、狂乱の猫の鳥がボスのイノシカチョウ超激ムズを1枠で攻略するとか言ってるらしいけど、絶対無理やから。余裕で1枠攻略できるわ、狂乱の猫の鳥。俺は狂乱の猫フィッシュ、狂乱となることで生産性が向上した猫フィッシュや。俺、狂乱の猫フィッシュは赤い敵に滅法強く、ごくたまにクリティカル攻撃を放つ能力がある。この能力はあんまり関係ないけど、狂乱の猫の鳥をぶっ倒したるわ。行くぞよっしゃ。ほな早速俺、狂乱の猫フィッシュが狂乱の猫の鳥がボスのイノシカチョウ超激ムズを攻略していくで。ちなみに俺、狂乱の猫フィッシュのレベルは50で、今回の相手の狂乱の猫の鳥が弱すぎるから、ニャンコンボも他のニャンコの助けもなしで1枠で勝負したるわ。なめんなよ狂乱の猫フィッシュ、お前は所詮魚、俺狂乱の猫の鳥のような鳥類に食われる存在やねん。俺狂乱の猫の鳥の方が生態ピラミッドが上やねん。そんなん言ってたら足元救われるぞ狂乱の猫の鳥。お前海の王者シャチがカモメを食べる動画見たことあるか。お前狂乱の猫の鳥もそんな感じで俺狂乱の猫フィッシュが食ったるわ。いやシャチは哺乳類やから、しかもお前ら魚類はシャチに食われてるから。なに、シャチは哺乳類なんかい。でもまあ海泳いでるから魚みたいなもんやろ。いやめちゃくちゃやな、知能も魚レベルになってるやんけ狂乱の猫フィッシュ。まあこんなアホの狂乱の猫フィッシュなんか一瞬で倒したるわ。行くぞ。うおー食物連鎖見せつけたるわ。あーこんなことあんの。何事にも油断は禁物やで狂乱の猫の鳥。チャンネル登録高評価よろしく。
法令は滑稽ダークダルターニャ、正義のためには犠牲も厭わない冷徹な獣士や。今日は裏切り者の狂乱の猫がおるらしいから、俺滑稽ダークダルターニャの属性を持たない敵に超ダメージを与える能力と体力減少で攻撃力大幅上昇の能力でメッタメタのボコボコにしていくで。やれるもんならやってみれよ滑稽ダークダルターニャ。俺は狂乱の猫、ニャンコ軍団裏切り狂乱となることで圧倒的な体力と破壊的な攻撃力を手に入れたニャンコや。法令狂乱の猫はお前滑稽ダークダルターニャみたいな極猫キャラが大嫌いやねん。能力はうざすぎるし、みんなから人気がある。めちゃくちゃ嫉妬してるねん。いやめっちゃ素直。だいたいそこは意味わからんやつ当たりして、それ嫉妬やんって突っ込まれるとこやろ。めちゃ可愛いやつに見えてきたわ。可愛くないわ、どう考えてもかっこいいやろ俺狂乱の猫は。まあなんでもええ、お前みたいな嫉妬させるために生まれてきたような猫は俺狂乱の猫がすぐあの世に送ったるわ。行くぞ。うおかみつきアタック、あー強すぎるて。こうなったら進化したるわ。よっしゃ進化したったぞ。俺は大狂乱の猫モヒカン。狂乱の猫から進化することでさらに圧倒的な体力と破壊的な攻撃力を手に入れたニャンコや。このいかついモヒカンを手に入れた俺大狂乱の猫モヒカンは一味も二味も違う。滑稽ダークダルターニャごときじゃ俺はもう止められへんぞ。おい滑稽ダークダルターニャ、助けに来たよ。私は黒鳥の御霊ダーク。愛しい人との思い出に今も囚われ続ける失った愛を探し彷徨う未亡人だよ。私黒鳥の御霊ダークの能力は属性を持たない敵に打たれ強くて必ず動きを遅くし攻撃力を下げる能力。この力で大狂乱の猫モヒカンを倒しちゃうよ。いや黒鳥の御霊ダーク可愛すぎる。ぜひワンコ軍団に入ってほしい。まあでも今はまだニャンコ軍団、ここでメッタメタのボコボコにしてワンコ軍団に入れたるわ。行くぞ。うおー大狂乱のモヒカンアタック。あー僕猫えぐいて。チャンネル登録高評価よろしく。俺チワワン伯爵は最強や。チワワン伯爵は激カワや。こんな意味わからんやつに一枠攻略なんでされてたまるか。あー俺はチワワン伯爵、宇宙歴1196年、画家の息子として生まれ、ラグイマルな努力家で伯爵の地位まで上り詰めた芸人でボケ担当のチワワや。ちなみに相方はプドール夫人で、弟のペロは宇宙ナンバーワンホストで有名なんや。俺、チワワン伯爵は圧倒的な3連続攻撃と吹っ飛ばし攻撃ができるねん。この俺、チワワン伯爵を止められるニャンコなんかおらんやろ。私なら余裕で倒せるわ、チワワン伯爵。意味わからんこと言ってるやつ、姿を現せ。私は猫カンカン、過激すぎる踊りで某ダンススクールを退学になった挑発的かつ刺激的なダンサーニャンコよ。私猫カンカンの一撃は強烈、激レアのニャンマなんて言われてるのよ。いやいや確かにお前猫カンカンの一撃は強烈やけど、お前は単発攻撃しかできひんやんけ。そんなんで俺チワワン伯爵のような激カワチワワを倒されへんぞ。まあでも俺チワワン伯爵は優しいから挑戦するチャンスをあげるわ。チワワン伯爵がボスの N1 グランプリ決勝超極無双を攻めてこいよ。おお行くわよ。よっしゃ早速チワワン伯爵がボスの N1 グランプリ決勝超極無双を私猫カンカン1枠で攻略していくわよ。ちなみに私のレベルは50のプラス値が25、本能の撃破時お金アップ、属性エイリアン基本体力アップ、基本攻撃力アップ、移動速度アップをすべて解放してるわ。だからなんやねん猫カンカン、お前の問題点はそこじゃない。攻撃発生速度が遅いのに単発攻撃ってところや。俺チワワン伯爵の3連続攻撃とモブたちの壁を突破して俺に攻撃当て続けれるんか。そんなことはできひんやろ。それはどうかなチワワン伯爵、私猫カンカンは若干体力もあるから案外場に残ることができるし、この軽やかステップで素早く距離を詰めれるから大丈夫よ。いやなんやねん軽やかステップって。てか普通にチューチュートレインみたいなやめろ、怒られるぞ。チューチュートレインって何？これはニャンニャントレインよ。いやパクってる、めちゃくちゃチューチュートレインパクってるやんけ。まあそんなことはどうでもいい、お前ら猫カンカンをぶっ飛ばしてニャンコ軍団を壊滅させたるわ。行くぞ。うおー、チワワは可愛い。あーチワワを好きになれ。使用ニャンコンボは元気力アップ大プラス中よ。チャンネル登録高評価よろしく。
オーレアワンコ、長崎県を守るワンコや、おいみんな、ついにエヴァコラボが開催されたらしいな。エヴァコラボのキャラは強いやつばっかで、俺らワンコ軍団からしたら厄介やけど、それ以上に嬉しさが勝ってるわ。法廷にゃんこ軍団が今からエヴァガチャを引くらしいから見に行こか。よっしゃ、ほな早速見ていこか。エヴァガチャは2種類あるけど、今回はこっちを引いていくらしいで。効能ガチャは赤眼の少女アスカとかいうヤバそうな新キャラが追加されたらしいけど、にゃんこ軍団は日頃の行いが悪いから当てられへんやろな。いや、当ててくんなや、にゃんこ軍団。こいつ、赤眼の少女アスカは完全に見た目が黒キャスやけど、呪い攻撃とか使ってくるんちゃうやろな。俺、長崎県のワンコがどんなもんか見定めたるわ。行くぞ。よっしゃ、ほな、赤眼の少女アスカがどんなもんか見定めていくで。なんか情報によると、普通に呪い攻撃、レッパー、シトキラー、超生命体特攻、毒撃無効とか強すぎる能力が満載らしい。マジでふざけんなよ。来た、赤眼の少女アスカや。能力もエグいけど、見た目も最高やがな。めちゃくちゃ可愛いやんけ。どないなってんねん。好きになってまうわ。でもまあこいつ、赤眼の少女アスカは敵や。俺、長崎県のワンコがぶっ倒したるわ。行くぞ。え、攻撃当たらんかった。生き残ったか。あー、なんでニャンコ砲で倒すねん。ブンブン先生、あとは任せた。はい、任しとき、長崎県のワンコ。俺はブンブン先生。体罰は愛情だと叫びながらすれ違うだけで殴ってくる危険な先生や。俺、ブンブン先生は可愛い子供関係なく殴る、容赦なくぶちのめしたるから出てこいや、赤眼の少女アスカ。いや、進化して壁眼の魔女アスカになってる。進化前は黒キャスが主体な見た目してたけど、進化したらアスカっぽい見た目になったな。進化前も進化後もめちゃくちゃ可愛いやんけ。いや、そんなことは関係ない。惑わされるな。ぶっ倒したるわ。いくぞ。うおー、ブンブンアタック。あー、エヴァコラボ最高。チャンネル登録高評価よろしく。狂乱の着物子がこんなやつに負けるか。こんなやつに負けてたまるか。はい、猫と飼い主です。今回は狂乱の着物子がボスのキモフェス超激ムズを攻略していきたいねんけど、一種攻略とか一枠攻略してもしゃあないから、もっとすごい攻略できるキャラおらんかな。俺に任せとけ、猫と飼い主。お、今のは猫マシーンメツか。そうや、猫マシーンメツや。俺、猫マシーンメツに任せればキモフェス超激ムズを俺一体でクリアできるで。え、一体って猫マシーンメツ一体しか場に出せへんってこと？そんなことできるんやったら即採用や。すごい攻略見せてくれ。はいよ、猫と飼い主。ほな行くぞ。よっしゃ、ほな俺、猫マシーンメツが裏切り者の狂乱の着物猫がボスのキモフェス超激ムズを一体で攻略していくで。俺は破壊兵器 MS シリーズの量産を始めた連邦政府に乗り込む決戦型へと化した MSRX オメガ。狂乱の着物猫みたいな白い敵に対する能力はないけど、波動を止める波動ストッパーの能力があるから、狂乱の着物猫ごとき余裕で倒せるんや。あんま調子乗んなよ、猫マシーンメツ。俺は狂乱の着物猫、ニャンコ軍団を裏切り狂乱となることで波動攻撃をマスターした。遠くの敵を攻撃できる遠距離型キャラや。おい、猫マシーン滅、お前みたいな雑魚ロボット、俺狂乱のキモ猫のキモキモキックでクズ鉄に戻したるわ。やれるもんならやってみろよ、狂乱のキモ猫。てかめちゃ話変わるねんけど、狂乱のキモ猫ってなんでキモ猫って名前なん？めっちゃかわいそうな名前ついてるよな。それな、猫マシーン滅、なんでキモ猫とかいう名前つけられなあかんねんな。俺狂乱のキモ猫は全然キモくないやろ。むしろかっこよさの中に可愛さもある最高のキャラや。マジでふざけんなよ。まあさすがにキモ猫って名前はかわいそうやけど、見た目はキモめやもんな。はあ、なめんなよ、猫マシーン滅。俺狂乱のキモ猫はキモくないんじゃ。お前、猫マシーン滅もぐっちゃぐちゃに壊してキモくしたるわ。おお、かかってこいよ、返り討ちにしたるわ。行くぞー。うおー、猫マシーンは最強や。あー、こいつ強。ロボットは男のロマン。チャンネル登録、高評価よろしく。俺は桃太郎。自分より強いやつを探し求めて旅をする桃尻にゃんこや。俺は赤い敵の動きをたまに止めることができるねん。このステージは夢見ちゃんと赤いイノシシ、イノシャシが出てくるねんけど、俺ら桃太郎軍団でイノシャシを永久停止して夢見ちゃんも倒したるわ。はぁ、眠いね。僕の名前は夢見ちゃんだよ。いつも夢を見てるバクだね。ん？
想像してた声と違うって？人を見かけで判断したらいけねえよ。ん？寝てるのになんで喋れるのって？固定概念に縛られちゃいけねえよ。いや、なんか癖強っ。もっと可愛い感じイメージしてたのに癖強っ。完全に固定概念に縛られてたわ。お、造園来た。え、こんな赤ちゃん集団が造園なん？ほんまに大丈夫かな？おい桃太郎、俺ら猫ベビーカーズが赤ちゃん集団やからって舐めてるんちゃうやろな。俺ら赤ちゃんはお前より戦闘力高いからな。いや、味方も赤ちゃんという固定概念破壊してきたねんけど、何を信じたらいいかわからんなってきたわ。じゃあそろそろ決着つけるよ。これで最後だよ。ああ、猫と飼い主はサバカムやっているフラッシュ。チャンネル登録高評価よろしく。